こんにちは伊藤です。今日のこの動画では内転筋と骨盤底筋のつながりそして神経とのつながりっていうのもお話ししていこうと思います今こっち側に見えてるのが内転筋ですね内転筋っていうのも深掘りしていくとこう個別の筋肉っていうのを解説できるんですがもう今日はその一つ一つの内転筋は言わずにこのグループとして扱いますでそれもシンプルに 内転筋っていうのを、えー、覚えておいてください。そしてこの内転筋っていうのは骨盤とか太もものすごく内側にあります。ここに一瞬股関節が見えてますね。本当はここに太ももの筋肉と前側の筋肉、外側の筋肉ってあるんですよね。そんで内転筋っていうのは内側にあります。ということは付着部も内側なんです。骨盤の内側に付着をするんですね。今こっちわざとここに書きましたけど、本当の付着部は の限りなく内側めちゃくちゃこの辺もう成虫真ん中の方に近いんですねしこれちょっとね入り組んだこう何て言うんでしょうね下の方真下の方にも付着をしていくんです真下の方とかこの内側に付着をしていると思ってくださいでちょっと角度を変えるとこれ骨盤を下から見ていますいいですかさっき言った内転筋っていうのはここですねもう骨盤の内側成虫に非常に近いところに付着しているというのが見て取れると思いますね そして骨盤底っていうのはこの部分です。ここね、地骨のこの奥ですよ。奥行って、ほんとはこっちにもね、骨盤底筋があります。なんて言うんでしょう。四角形みたいな形をしているわけですね。これ骨盤の内側に付着をしています。青の破線で書いたところが内転筋の付着部です。このあたりに付着をしていますよと。で、この付着部っていうのが非常に骨盤底筋とも近いんです。 この二つが直接つながっているわけではないんですよ。直接繋がっているっていうのはこう骨盤底筋の筋肉と内転筋の筋肉が直接手を繋ぐように繋がっているというわけではないんですよ。ですけどこの二箇所めちゃくちゃ近いんです。めっちゃ近いということはどっちが硬くなったらもしくはどっちかが緩んだらお互いに影響がいくよねっていうことなんですよね。じ仮に内転筋が硬くなりました。 内転筋と骨盤底筋っていうのは非常に近いです。じゃあ内転筋が硬くなれば骨盤底筋の方にも影響がいくわなっというところです。じゃあ骨盤底筋の役割って何かっていうと骨盤底筋の主な役割っていうのは安定と、まあ、排泄とかなんですね。排泄からんで運動としましょう。運動ね、安定っていうのは骨盤底筋の上には内臓がいっぱいあります。 膀胱があったり、女性だと子宮があったり、男性だと前立腺があったり、あとは直腸っていうのがありますよね。この辺で内臓めちゃくちゃあるんですよ。で、僕ら立ったり座ったりしていると、もちろん重力に引っ張られるわけなんで、内臓も下に力が加わるわけですね。そんなところでそれを安定させるのが骨盤底筋の役割です。で、ざっくり運動っていうのは、この骨盤底筋が 内転筋とか、大電筋とか、大体四頭筋みたいに、すごく力強く動かすっていう意味ではないんですよ。例えば、排泄とかですね。まあ、ここから便が出るわけです。で、ここから尿が出るわけです。その排便とか排尿をコントロールする。まあ、今から出るぞ。じゃあ、ここをリラックスさせよう。でも、今はトイレが近くにないから我慢しておこう。じゃあ、ここを収縮させようという、そういう意味で運動と言って、 いますまあ、筋肉はね収縮するんで、ここをもちろん運動と捉えることができますよね。だから、安定と運動です。運動、特に排泄とか排便とか、あとは生殖器関係にも、えー、関係をしてきていますよと。じゃあ、もう一回復習です。内転筋硬くなりました。その影響が骨盤定筋にも行くかもしれません。ということは、ここの安定が阻害されるかもしれません。 し、排便排泄として生殖関係にも問題がいくかもしれないというところなんですね。ここってすごくデリケートな場所なんで、なかなか自分から、は私実はこういう,こう不具合があって、こういう悩みがあるんですよとか、まあ、男性でも実はここが硬くて、こうこうこうでっていうことを、なかなか言いにくい場所なんですね。なん、まあ、ここら辺デリケートなんで、あんまりそういったことを赤裸々に言うっていうのはなかなかね、しにくい場所なんですね。だから意外と、 こうね、こう、ディープな会話できる友達同士とかだと、いや、実はここは硬くて、って言ったら、いや、俺もそうなんだよ、私もそうなんだよって、結構ね、そういった不具合を持っている方っていうのは意外と多い場所なんです。内転筋と骨盤底筋がつながっています。ということは、ここの緊張を適切に保つっていうのも大事だし、ここを緩めてあげる。もしくは、えー、そうですね、こう、締めてあげる。例えば、ピラティスとか、ヨガでそういったことは改善が期待できます。 これがですね、内転筋と骨盤底筋のつながりです。もしかしたら他の動画ではこういったこう筋膜的のつながりっていうのをお話をしているかもしれません。なので、そこにもう一個肉付けをしていきましょう。こういった骨盤底筋と内転筋と関連する神経っていうのを上げていきます。これちょっと見えにくいんですが骨盤を真横から見ています。ここは座骨ね。 で、ここは、えー、座骨とか恥骨の内側です。内側ね。ここにちょっと尾骨とか仙骨が見えていますね。外側から内側に向かって見ていると思ってください。今日注目したいのは、この神経です。この神経を陰部神経と言います。 陰部神経ね、読んで字のということで骨盤底骨盤底筋に対してめちゃくちゃ大事な筋肉ということが言えますよねこの陰部神経っていうのは仙骨から出て一旦体の後ろが行きますそして内側に来るんですね内側というかまあ地骨の内側の方に行きますよとこれ骨に沿って走っているのわかりますか骨に沿って走っているんですね そして、この辺は骨盤底筋とか、いっぱい膜組織があるんですね。だから、この陰部神経っていうのも、膜組織で包まれています。今、ピンクで塗ったところね、ここ、管状になっています。管状というか、その結合組織、筋膜組織を陰部神経が貫通しているんですよね。で、今、ピンクで書いたところを、陰部神経管もしくはアルコック管と言います。 陰部神経管、だね、もしくはアルコック管といいますなんかこう某警備会社みたいな名前をしていますが、まあ、Google で見たり解剖書を見ても陰部神経管もしくはアルコック管と書かれていますそれがこの結合組織のうんトンネル部位といいますかねその部分なんですよでここは地骨とか座骨に非常に近いわけです あちなみにこれね、陰部神経管の中を他にも動脈が走ってます。静脈も走っています。神経血管が走っているんです。で、ここ骨盤底筋とか骨盤底とか、あとは、地骨座骨に近いわけなんですね。ちなみにこの部分っていうのはすごく、えー、座った状態でストレスを受けやすいです。 というのも座った時に座椅子とかこの部分にお尻が当たるわけですね。座骨が当たるわけですね。だからこのあたりアルコック感にも衝撃、まあストレスが行きまして、神経とか血管を圧迫してしまうことっていうのもあり得るわけ。 なんですね、ちなみにここの圧迫っていうのはロードバイクを乗っている方で非常に多いですなぜかというとロードバイクのサドルっていうのは非常に狭いですし硬いんですよそれに1時間も2時間も3時間も乗っていたらこの辺圧迫されますということで特に男性が多いんですね男性でこの辺りが圧迫されるどうなるかはい生殖器関係に問題が生きやすいっていうところ なんですねもちろん女性でも座りっぱなしのお仕事とか硬い椅子に座ってる方ここが圧迫されるっていう可能性ももちろんありますじゃあこれをどうやってエクササイズをされてる方とかに応用したらいいかというと この神経があるんだっていうことを意識しておくだけでも骨盤底筋へのアプローチ、例えば運動とかピラティスヨガへの意識づけっていうのは変わると思うんですよ。ここにこういう神経があるんだ。じゃあ意識をしてみようっていうだけでもアプローチとか運動とか感覚は変わると思っているので、こういった新しい解剖学を知って そそこから運動にも活かすことができるので、ぜひ参考にしてみてください。そして僕は東京に定期的に出張の施術に行ってます。僕の解剖学の見方が面白くて、こういうことをもっと良くしたい、改善したい。施術を受けてみたいと興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと、東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。